スパイク・シェルトン・ジャクソン・リーは、アメリカ合衆国の映画監督、プロデューサー。アフリカ系アメリカ人が社会で直面する、差別構造や偏見を、正面から取り上げる作品で知られ、そのうち、The Right Thingなど4作品が、アメリカ議会図書館において、国立フィルム登録簿に永久登録されている。現在ニューヨーク大学映画学科の教授として、映画制作を指導しているほか、母校であるモアハウス大学でも、時折教壇に立っている。彼が設立した映画制作会社40エーカー&アミュール。フィルムワークスは1983年以来35本の映画を公開している。ジョージア州アトランタでジャズミュージシャンである父ウィリアム・ジェームス・エドワーズ・リー3世、通称ビル・リーと教師であると同時に、作家でもある母ジャクリーン・シェルトンの間に生まれた。幼い頃に家族でニューヨークのブルックリンに転居している。ブルックリンのフォートグリーン地区は彼が設立した映画制作会社である40エーカー&アミュール、フィルムワークスが運営されている場所で、他に、リー自身が所有するビジネス、リーに関連するビジネスの多くも、同地区を本拠地にしている。リーは、幼少期に母親に、スパイクというあだ名をつけられた。ブルックリンのジョン・デウェイ高校に通った後、最初の作品、ラスト、ハッスル・イン・ブルックリンを制作した頃には、アトランタのモアハウス大学で学んでいた。彼は、クラーク・アトランタ大学でも、映画のコースを取り、モアハウスカレッジで、マスコミ学士の学位を取得した。その後ニューヨークに戻り、ニューヨーク大学のティッチ・スクール・オブ・アートに入学し、1982年に、ファイン・アーツの修士を得て修了している。彼が大学院修了課題のために制作した映画は、ジョーズ・バーバーショップで、学生が制作した映画として初めて、リンカーンセンターでのニューディレクターニューフィルムフェスティバルに出品された。この映画は、全米の大学生、大学院生を対象にした学生アカデミー賞でも大賞を受賞している。1985年、スパイク・リーは、初めての商業映画に挑戦した。She's Gotta Have Itは、予算16万ドルで制作され、公開期間はわずかに2週間という悪条件にもかかわらず、翌1986年に公開された時には700万ドルを超える興行成績を残し、スパイク・リーの才能のほどを世間に知らしめた。2010年代に、ネットフリックスの新シリーズとしてリメイクもされることになる。また、本作の成功により、スポーツシューズメーカーナイキのマーケティング部門からナイキの CM 撮影の依頼が入り CM 監督としての新たなキャリアにつながっていく。内容は She's Gotta Have It に登場するマイケル・ジョーダン卿のキャラクターマーズ・ブラックモンがエアジョーダンの CM でジョーダン本人と共演するというものだった。その後、リーは自身の制作会社の広告制作部門でコンバース、ジャガー、タコベル、ベン&ジェリーズの CM を制作した。1989年に The Right Thing を発表し、黒人監督としての地位を確立させる。本作では人種間の関係や都市部の犯罪と貧困を描いており、黒人だけではなくアジア人やイタリア系にも焦点を当てて怒りをぶつけた演出はこれまでとは異なる。人種差別を描いた映画として激賞され、アカデミー脚本賞にノミネートされるものの、肝心のアカデミー作品賞には、ノミネートされず、議論を巻き起こした。1991年には異なる人種のカップルを描いた、ジャングルフィーバーを発表し、出演者の一人であるサミュエル・L・ジャクソンが、カンヌ国際映画祭にて演技を激賞され、特別に設置された、助演賞を受賞した。また、本作では、スティービー・ワンダーが音楽を担当した。1993年、自身の作品群の中で、最も問題作と呼ばれている、マルコム X を発表。本作では過激的な黒人解放運動家として、知られているマルコム X を取り上げたが、公開前年には、人種差別に対する抗議である。ロス暴動があったことも相乗し、公開直後から批評家の間では、人種間の緊張を煽るだけという意見もあり、評価は割れたものの、そういった議論が話題となり大ヒットを記録。映画監督のマーティン・スコセッシュと厳しい論評で知られているロジャー・イーバートからは、1990年代に作られた映画のうち最も素晴らしい作品10本に入ると評された。また、主演を務めたデンゼル・ワシントンは、その鬼気迫る演技をキャリアベストと高く評価され、ベルリン国際映画祭では男優賞を受賞し、アカデミー主演男優賞にもノミネートされた。しかし、作品自体には何のノミネートもなかったため、再び、The Right Thingの時と同様に議論が巻き起こることとなった。1997年、ドキュメンタリー映画、4リトルガールズでは、アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた。21世紀に入ってから、しばらくの間は、賞レースから離れていたが、2015年に第7回、ガバナーズ賞、アカデミー賞名誉賞を受賞。しかし後述の理由の通り、アカデミー賞受賞式には出席しない意向を示した。2018年、実話を元に制作した、刑事ドラマ、ブラック・クランズマンを発表。第71回カンヌ国際映画祭にてグランプリを、第91回アカデミー賞では、脚色賞を受賞し、自身にとって、初となるカンヌの主要賞受賞と、オスカー競争部門受賞となった。2021年には第74回カンヌ国際映画祭で審査委員長を務めることとなった。スパイク・リーは今までどんな論争にさらされようとも人種間の関係について語ることを恐れたことはない。1992年、自身が制作した映画マルコム X を見るために学校を抜け出したとして糾弾されていた数名の黒人生徒を擁護した。その10年後には、ミシシッピ州上院議員で右派のトレント・ロッドが、1948年に、ストロム・サーモンドが大統領候補者に当選していればよかったと語った、事件が紙面を騒がせた後、リーは、ABC テレビの看板番組、グッド・モーニング・アメリカで、ロッドが、正真正銘の KKK メンバーであると非難した。スパイク・リーは1995年公開の映画、ニュージャージードライブで、エグゼクティブプロデューサーを務めた。この映画では、ニュージャージー州に住むアフリカ系アメリカ人の自動車窃盗について描いている。当時、同州ニューアークでは、全米で最も多く自動車泥棒が発生しており、当時のニューアーク市長シャープ・ジェームスは、ニューアーク市内でこの映画の撮影を許可しなかった。数年後の2002年、スパイク・リーは、ニューアーク市市長選で、ジェームスの敵対候補者コリー・ブーカーの支持を表明した。1999年5月、カンヌ国際映画祭で、スパイク・リー初の非黒人映画、サマー・オブ・サムが公開され、リーは、コロンバイン高校銃乱射事件について、ハリウッドが受けている非難について質問された。リーは、映画と、テレビが問題だとは思わないと答えた。映画とテレビが青少年に与える影響についてインタビューされたリーは、米国の銃の問題が解決していないことについて語り、例として全米ライフル協会の名を挙げた。リーは、この件について詳しく語っている。彼らが、じゃあチャールトン・ヘストンについてはどうなんだ？って聞いたから、奴を撃て、と言ったのさ。でもすぐに笑いながら、冗談だよって言ったんだよ。暴力が暴力を呼ぶことに対する単なる皮肉な、ジョークだったのさ。メジャーなマスコミに以前から誤った解釈をされてきたため、リーはさらに続けて、周りに集まったリポーターたちに冗談を言った。明日の朝は起きたくないな。朝刊の一面には、俺が、どれほど、チャールストン・ヘストンを撃ってやりたいと思っているかって、書かれるだろうからさ。皮肉なことに、それは、現実のものになった。保守派の擁護者であるルバート・マードックが所有している、有力紙、ニューヨークポストは、状況説明を省いてまるでリーが実際にストンの死を望んでいるかのように書いた。この話は、アメリカ議会にまで届き、共和党の代表ディック・アーメイは、リーは、教育現場における暴力問題についてより多くの暴力とより強い憎しみ以外に何も提供するものがないと非難する声明を出した。リーが何度もメディアに出たり新聞社に話して訂正をしたにもかかわらず、実際の引用よりも誤った引用の方が広く知られたままになっている。さらに最近では、リーは2005年にアメリカ中西部を襲ったハリケーンカトリーナ災害に対する連邦政府の対応について意見を述べている。CNN のニュースキャスターが、連邦政府はハリケーンカトリーナの災害で苦境にある黒人を見捨てたと思うかと尋ねると、リーはありえない話というわけでもない。俺はアメリカ政府を信用していないから、彼らが黒人全員をニューオーリンズから移動させようとしているとしてもありえない話じゃないと思うと答えている。この後、スパイク・リーはハリケーンカトリーナの災害を主題にしたドキュメンタリー、When the Leaves Brokeを監督している。また2006年に公開されたクリント・イーストウッドの映画、父親たちの星条旗、硫黄島からの手紙について、黒人俳優が出演していないことを理由に、イーストウッドを人種差別主義者と決めつけ、イーストウッドがそれに反論したことから両者とも激しい、舌戦を繰り広げたが、スティーブン・スピルバーグが、両者の仲介を引き受ける形で間に立ち和解した、と、スパイク・リーは、最新作、セント・アンナの奇跡が公開された後のインタビューで、答えていると同時に、舌戦を後悔した、とも語っている。現在では両者とも良好な関係を維持している。エアジョーダンをめぐって、暴力事件が、インナーシティで多発する事態になると、スパイク・リーは批判の矢面に立たされることになる。リーは、責められるべきは、アパレルメーカー側でなく、インナーシティの若者がスニーカーと、ジャケットと、金細工のアクセサリーくらいにしか価値を見出せない、状況こそが改善されなければならないのだと、反論している。2015年には、アカデミー賞名誉賞を受賞したが、俳優部門候補者が2年連続で白人のみとなったことを理由として、2016年2月に開催されるアカデミー賞受賞式には出席しない意向を表明。アカデミー賞を狙えるような役柄にマイノリティの役者が配役されないのは映画会社の責任と非難した。スパイク・リーは1993年10月3日、ハーレムのリバーサイド教会で弁護士のトーニャ・ルイスと、結婚。彼女とは、1992年9月の黒人政党支部会の年次総会があった週末、ワシントン DC で出会った。二人は、支部の晩餐会に出席しており、彼女は、妹のトレーシーと出席していた。彼女は、サラ・ローレンスから、バージニア大学の法学部を卒業していた。スパイクは、著書、スパイク・リーのバスケットボールダイアリーの中で、彼女のハッとするような美しさに思わずのけぞったと語っている。二人の結婚式には数百人の招待客が詰めかけ、親友のデンゼル・ワシントンは、もちろん NBA 選手のパトリック・ユーイングなど、親交の深い著名な人物が多く出席し、スティービー・ワンダーが二人を祝福して歌った。1994年12月2日に第一子である女の子サッチェル。1997年には息子のジャクソンを授かった。自身とバスケットボールについて何冊も本を出版しているほどのバスケ好きで、特に NBA のニューヨークニックスの熱狂的ファンとして有名である。ニックスの試合はいつも最前列で観戦し、相手チームの選手にヤジを飛ばすことも多い。1994年のイースタンカンファレンスファイナルの第5試合で、インディアナ・ペイサーズに93対86で、ニックスが負けたとき、リーは、ペイサーズのレジー・ミラーに対して、第4クォーターの間10罵倒長老を繰り返し、それに応酬する形で、ミラーが、次々とシュートして25点も加算したため、翌日の、ニューヨークデイリーニュース紙の一面には、皮肉たっぷりに、どうも、ありがとう、スパイクと書かれていた、ということもあった。また、1994年のイースタンカンファレンス、セミファイナルの第6試合では、シカゴブルズのスコッティ・ピッペンが、パトリック・ユーイングの上からダンクを叩きつけて倒れた、ユーイングをまたいだプレーに対してリーが、コートサイド席から立ち上がって抗議した際ピッペンから、シットダウンと返された一連の場面は、NBA の歴史上の名場面の一つとなっている。ありがとうございます。